バレンティーナ・マルケイは、イタリア・ミラノ出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーは、オンドレホタレック。2014年ソチオリンピックイタリア代表。イタリアフィギュアスケート選手権、優勝5回。ミラノに生まれ、7歳の頃にスケートを始めた。2001から2002シーズンより、ISU ジュニアグランプリに出場。 ジュニアグランプリでは一度も表彰台に上ることはなかったが、2002から2003シーズンのイタリア選手権、シニアクラスで優勝を果たし、欧州選手権と世界選手権の代表に選出された。2004から2005シーズンにはシニアクラスの ISU グランプリシリーズに参戦したが、2度目の出場となった欧州選手権では予選落ちを喫し、 ジュニアクラスの世界ジュニア選手権でも16位に終わる。シニアに完全移行した2005から2006シーズン、地元イタリア開催のトリノオリンピック出場をかけた、イタリア選手権では6位に沈み、オリンピック出場は叶わなかった。2006から2007シーズン、イタリア選手権で2年ぶりの表彰台となる3位。 地元イタリアのトリノで開催された、冬季ユニバーシアード競技大会では2位となり、欧州選手権では5位入賞を果たした。2007から2008シーズンのイタリア選手権では2度目の優勝を果たした。2008から2009シーズン、スケートアメリカでは会場まで行ったものの怪我のため、競技を棄権。そのシーズンのイタリア選手権では4位となり、選手権大会への派遣はなかった。 2009から2010シーズン、イタリア選手権では、カロリーナ・コストナーを破り優勝した。欧州選手権では8位となり、バンクーバーオリンピック及び、世界選手権のイタリア女子の出場枠が1しかなかったため、優勝した、コストナーが出場することとなった。2011から2012シーズンからコーチを、ニコライ・モロゾフからジェイソン・ダンジェン、佐藤ゆ香に変更。 2009年と2010年は先行漏れ、2011年は直前の怪我により出場できなかった世界選手権に4年ぶりに出場し8位入賞。2012から2013シーズン、スケートアメリカではグランプリシリーズでは過去最高の4位に入る。欧州選手権は SP で3位、総合では4位で過去最高の成績を収めた。 2013から2014シーズンには念願のソチオリンピックへの出場も果たした。6月にはオンドレー・ホタレックと組ペア選手としてのキャリアをスタートさせた。モントリオールとミランで練習を積みシングルとして撤退する計画はないが彼女はペアに本当に挑戦したいとコーチは語っている。2014から2015シーズンデビュー戦のワルシャワ杯で銅メダルを獲得。 欧州選手権では4位入賞。2015から2016シーズン、スケートカナダの SP 前日の練習で、ホタレックが脳震盪を起こした。SP を滑り6位につけるも、FS は棄権した。詳細2010から2011シーズンから2009から2010シーズンまで詳細。ありがとうございます。